アメリカ合衆国のプロレスラー。ペンシルベニア州ピッツバーグ出身。金髪をなびかせたアイドル系、ベビーフェイスとして、キャリアをスタートさせた後、エゴイスト系の技巧派ヒールに転じて、アメリカの近年は、インディペンデントシーンにおける、プロデュース業務にも、手腕を発揮している。高校卒業後の1982年、大学の学費を稼ぐためにプロレスラーとしてのキャリアを開始。当時は、ポール・オーウンドーフの甥という設定のもと、トロイ・オーウンドーフのリングネームを用いたこともある。1980年代中盤、元 WWF 世界タッグ王者、ドミニク・テヌーチの下で、再トレーニングを受け、ベサニー大学卒業後の1986年、本名のトロイ・マーティン名義で、WWF の TV マッチにジョブボーイとして出場。マイク・ケリーとも名乗り、かつてリングネームを拝借していたポール・オーウンドーフをはじめ、ランディ・サベージ、ジェイク・ロバーツ、ハーリー・レースなど、大物選手のジョバーを務めながら、キャリアを積んだ。その後、シェーン・ダグラスのリングネームで、ビル・ワット主催のミッドサウス版 UWF に参戦、ベビーフェイスの新鋭として売り出され、1987年8月3日にエディ・ギルバートから世界 TBO 座を奪取している。1988年はアラバマの CCW で活動し、7月18日にロード・ヒューマンガスとの異色コンビで NWA コンチネンタルタッグ王座を獲得した。1989年、初期の WCW にて、ジョニー・エースをパートナーに、ロックンロールエクスプレスの影響下にあるアイドル系、タッグチームのダイナミック・デューズを結成。当時ベビーフェイスのポジションにいた、ジム・コルネットをマネージャーに迎え、7月23日開催のザ・グレート・アメリカン・バッシュ89ではスカイ・スクレーパーズと対戦した。翌月には揃って全日本プロレスに、来日、8月29日に、大阪府立体育会館にて、カンナムエクスプレスが保持していた、アジアタッグ王座に挑戦している。帰国後、10月28日のハロウィンハボッカ89ではファビュラスフリーバーズの NWA、世界タッグ王座に挑戦したが、ジョニー・エースが全日本プロレスを主戦場に選んだことによりチームは解散した。1990年下期より、WWF に参戦。8月27日のサマースラム90と11月22日のサバイバーシリーズ90ではダークマッチでバディローズを破り、翌1991年1月19日のロイヤルランブル91にも出場したが、かつてのようなジョバーではなくなったとはいえ、選手層の厚い当時の WWF では1階の若手ベビーフェイスに過ぎなかった。1992年からは WCW に復帰、リッキー・スティムボートのパートナーに起用され、11月18日にバリー・ウィンダム&ダスティン・ローデスから WCW 世界タッグ王座を奪取。1993年3月27日にスティーブ・オースチンとブライアン・ピルマンのハリウッドブロンズに敗れるまで保持した。1993年下期。当時、イースタンチャンピオンシップレスリングを団体名としていた ECW に移籍。当初は従前と同様にベビーフェイスのポジションにいたが、12月4日に行われたタッグマッチの試合後、パートナーのトミー・ドリーマーを裏切って、自身のキャリアでは初となるヒールに転向した。1994年3月26日には、テリー・ファンクから ECW ヘビー級王座を奪取し、8月27日にはトーナメントの決勝でニコールド・スコーピオンを破り、復活版の NWA 世界ヘビー級王座を獲得、二冠王となったが、試合後に NWA のベルトを放り捨て、ECW 王座こそが真の世界タイトルだと宣言。その後、ECW は NWA を脱退し、9月より団体名もエクストリームチャンピオンシップレスリングと改称した。以降、ザ・フランチャイズ・シェーン・ダグラスと名乗り、ポール・ヘイマンの体制下で新しいスタートを切った ECW の世界王者となって活躍。ミスター・ヒューズをボディーガードに従え、前王者テリー・ファンクをはじめサブーやタズマニアック、ロン・シモンズ、タリー・ブランチャード、ロード・ウォリアー・ホーク、ジミー・スヌーからは相手に防衛を続けた。1995年からは、当時の ECW 世界タッグ王者チームのクリス・ベノワ、アンド・ディーン・マレンコとトリプルスレッドなるチャンピオンユニットを結成したが、4月15日にサンドマンに敗れて王座から陥落、1年以上に及ぶ長期政権に終止符を打った。ディーン・ダグラス1995年下期、WWF と再契約。ベサニー大学の大学院で修士号を取得していたことから、ディーン・ダグラスとリングネームを変更し、後にマット・ストライカーが踏襲した嫌味な教師ギミックを与えられた。同系統の紳士ギミックのヒールに扮していたミスター・ボブ・バックランドとも共闘し、ブレッド・ハートやショーン・マイケルズらニュージェネレーション期のスーパースターとの抗争が予定されていたが、短期間で離脱することになる。10月22日の PPV In Your House 4では、当初マイケルズが保持していた WWF インターコンチネンタル王座にダグラスが挑戦し、マイケルズを破って新王者となるはずだった。しかし、当時クリックのリーダーとしてバックステージでの発言力を増大させていたマイケルズがダグラスに敗れることを拒否。最終的にはマイケルズの負傷による王座返上というシナリオのもと、不戦勝でダグラスが新王者に認定されたものの、同夜の初防衛戦で、同じくクリックのメンバーであるレーザー・ラモンに敗れ、その日のうちにタイトルを明け渡すというブックが組まれた。このブッキングにダグラスは不満を爆発させ、同年の末に WWF を脱退、一時は告訴も辞さない、強硬姿勢をとり、以降 WWE とは絶縁状態が続いている。1996年1月より ECW に戻り、当時の ECW 世界王者レーベンとの抗争を開始。入れ替わりに WWF 移籍が決定していた弟弟子のカクタス・ジャックともハードコアスタイルで対戦した。5月11日にはニコールド・スコーピオから TBO 王座を奪取。7月13日にはクリス・ジェリコ、スコーピオ、ピットブル2号との同王座をかけた4ウェイマッチを制し、以降はピットブルズの女性マネージャーだったフランシーンを自身のヘッドチアリーダーとして従えるようになった。1997年8月17日、因縁のテリー・ファンクを破り、ECW 世界ヘビー級王座を再び獲得。以降は同王座をめぐり、バンバン・ビガロやアルスノーと抗争を繰り広げた。同年12月には FMW に来日、ゲドーとトミー・ドリーマーを相手に防衛戦を行っている。1998年からはヒールターンしたビガロと結託し、クリス・キャンディードを交えてトリプルスレッドを再編。11月1日の PPV、ノーベンバー2リメンバー98ではロブ・バンダム、タズ、サブーのトリオと対戦した。1999年にフェイスターンし、トミー・ドリーマーと組んで、ランス・ストームとジャスティン・クレディブルのインパクトプレイヤーズなどと対戦するも、同年に ECW を離れて WCW に移籍した。WCW には1999年7月より、ベビーフェイスとして再登場し、トリプルスレッドの盟友、クリス・ベノワ&ディーン・マレンコ、同じく ECW 出身のペリー・サターンらと共に WCW の改革をコンセプトとした新ユニットのザ・レボリューションを結成する。当初は WCW での実績のあるベノワがリーダーと目されていたが、マイクパフォーマンスのスキルでダグラスがベノワを圧倒的に凌駕していたこともあり、トリプルスレッド時代と同様に彼がリーダーを務め、リング上でのアジテーションも一手に担当。カート・ヘニング率いるウエスト・テキサス・レッドネックス、ジミー・ハートがマネージメントする、ファースト・ファミリー、ロード、スティーブン・ディーガル&スクワイア・デビッド・テイラーのブルー、ブラッツなど、ヒールのユニットとの抗争に臨んだ。しかし、ベノワがユニットを離れてからは、ヒール色が強くなり、レイ・ミステリオ・ジュニアを擁する、ベビーフェイスのフィルシー・アニマルズとの抗争では、女性マネージャーのトリー・ウィルソンを拉致するなど、結成当初のコンセプトは形骸化。2000年1月、ブッカーのケビン・サリバンとの確執で、ベノワ、マレンコ、サターンが、フィルシー・アニマルズのエディ・ゲレロと共に、WWF へ移籍したことにより、レボリューションは自然消滅した。以後、同年4月にエリック・ビショフとビンス・ルッソが立ち上げたミリオネアーズ・クラブ対ニュー・ブラッドの世代闘争アングルではニュー・ブラッド陣営に所属。4月16日にはバフ・バグウェルとのコンビでミリオネアーズ・クラブのディック・フレアー&レックス・ルガーから WCW 世界タッグ王座を奪取、同王座への7年ぶりの戴冠を果たした。5月22日には ECW 時代からの因縁の相手テリー・ファンクを下し、WCW ハードコア王者となったが、翌23日にテリー&ノーマン・スマイリーとのハンディキャップマッチに敗れ1日殿下で終わっている。2000年下期はビリー・キッドマンと抗争を展開し、2001年1月14日にはジェネラルレクションを破り US ヘビー級王座も獲得したが、同年3月末に WWF が WCW を買収。翌2002年4月に AOL タイムワーナーとの契約が満了するまでの1年間、活動の場を失うこととなった。AOL タイムワーナーとの契約満了後は、過去の経緯から WWF に参加することなく、インディー団体を転戦。2002年6月15日には、地元ペンシルベニアのメジャーリーグレスリングにて、バンピーロと太陽ケアを3ウェイマッチで破り、MLW 世界ヘビー級王座の初代王者となった。以後、ポスト ECW を標榜していたエクストリームプロレスリングやオーストラリアのワールドレスリングオールスターズを経て2003年6月にティネと契約。ECW 以来のレイベントの構想を再現し、10月からは女性マネージャーのトレーシー・ブルックスや若手のマイケル・シェーンを従えてニューフランチャイズなる新ユニットを結成した。2004年からは、ロードエージェントも兼任し、ティネでの活動と並行して、ペンシルベニアのインディー団体のブッキング業務にも着手。2005年6月12日に、WWE が ECW ワンナイトスタンドを開催した際は、フリーランスの ECW 系選手を招聘した、リユニオンイベントハードコアホームカミングを先手を打って、独自にプロデュースし、WWE に先駆ける6月10日、ECW の本拠地だったフィラデルフィアの旧 ECW アリーナでの開催を決行。ECW の名称は使用できなかったものの、創設者のトッド・ゴードンをゲストに招くなど、本家であることを主張して WWE に対抗した。2006年は前年に死去した旧友、クリス・キャンディードが指導していたザ・ナチュラルズのマネージャーを担当。アメリカズ・モスト・ウォンテッドやチーム 3D との構想を指揮したが、アングルの終結に伴い2007年はティネの番組から姿を消し、同年10月の契約満了をもってティネを解雇された。ティネスラミバー3でのダグラスしばらく第一線から退いた後、2009年3月13日、インディー版 NWA の興行 NWA オンファイアに出場。ECW 出身のリトル・グイドーと対戦した。同年5月、ティネに復帰して、クリストファー・ダニエルズと抗争するが短期間で離脱。2010年8月8日に、ティネが主催した ECW のリユニオンイベントハードコア、ジャスティスにも、出場の要請を受けていたものの条件面で合意に達せず、参加することはなかった。同イベントの開催から間もない8月14日、マサチューセッツ州、ウェブスターで行われた BTW の興行に出場し、スパイク・ダッドリーから BTW ヘビー級王座を奪取。以降、トミー・ドリーマー、カリート、レーベンらを相手に防衛戦を行い、2012年6月まで戴冠した。2015年5月9日には、ミシガン州の BWCW にてシングル王座を獲得。同年8月2日には、オハイオ州のアーワにおいて、サブー及びライノとのハードコア形式による3ウェイマッチに出場した。2016年10月1日、新木場ファーストリングにおける東京愚連隊の東京ワンナイトスタンド2に参戦、久々の来日が実現した。WWF でのディーン・ダグラスの時代は、教師ギミックに合わせてファイナルエグザムと呼ばれた。ユニバーサル・レスリング・フェデレーション・コンチネンタル。チャンピオンシップレスリングワールドチャンピオンシップレスリングイースタンチャンピオンシップレスリング、エクストリームチャンピオンシップレスリングワールドレスリング、フェデレーションインディー団体。ありがとうございます。